ょっと私がやってみたいやつをやりたいと思います。おはようございます、こんばんは、こんにちは、手島明日香です。てなわけで、ASMR を今日するんですが、てれん、見て、 ASMR 動画でよく見るやつこれでより良い音をとっていきたいと思います。今日は夏の ASMR っていうことで、夏を感じるものを集めてみました。デデン、イエーイ。はい、じゃあ早速ハイボールを作っていきます。夏といえばさん、乾杯。あー、おいしい。じゃあ、やっていきますか。やっぱ夏といえば風かわいい。シュール、次、おはじき。おはじき、小学校2年生ぐらいの時めちゃくちゃ遊びました、学童で懐かしい。うわー、こうやっていっぱい並べてて、で、なんか弾いて当たったやつをゲットしていくみたいな感じだった気がします。うろ覚えなんですけど、ビー玉よりちょっと軽い音ですね。伸びます
美味しい。見て、ここにあるんですけど、めっちゃ夏っぽいデザインのおせんべいかな。お天気キャスターらしく梅雨っぽい柄のおせんべい食べてみたいと思います。袋の音とか、めっちゃいい匂いする。いただきます。うん、聞こえすぎて恥ずかしい難しさあります。普通に美味しい。なあ、幸せ。癖で机にこうね、やっちゃう癖があるんですけど、めちゃくちゃ後ついてる時たま学童であった気がするな。なんかシールとかもらえるんですよね、小学校の頃。ああいうシールとかすっごい大好きで、なんかちょっとキラキラ系のシールとかが欲しくて、ラジオ体操もそうですけど、なんかチャレンジ項目みたいな、めっちゃ頑張ってやってました今でもね、シール見るとちょっとワクワクする。私カービィがね、すごく大好きなんですけど、カービィのキラキラのシールとか買って使わずに保存したりしてます。一番っていうか、こう夏の楽しみだったのは、神戸で神戸海上花火大会っていうのがね、毎年あって、それ年に1回なんですけど、本当に毎年すごく楽しみで、まあ、それこそこう友達と行ったり、まあ、なんか好きな人と行ったり、もう本当すごい大イベントだったんですよね。それが本当楽しみでした。上京してからも1回行ったことがあって、その時はたまたま大阪でその日に仕事だったんですけど、スケジュール頑張って調整して、仕事終わってから急いで神戸に行って、友達、まあ、5、6人ぐらいで花火を見ました。屋台でちょっとお酒とか買ってね、また学生の時と違う楽しみ方をしましたね。本当にね、人が多くて1時間とか2時間ぐらいかかるんですよ、そこの会場に行くまでに。でもなんかそれもね、また楽しくて、その道中で知り合いと会ったりとか、まあ、今年はちょっと難しいかもしれないんですけど、花火大会また神戸に行きたいですね。やっぱりいい音だな、炭酸美味しい。夏の野生なら楽しんだんですけど、最後にせっかくね、このマイクがあるので、ちょっと私が言ってみたいやつをやりたいと思います。ででん、綿棒、楽しみ一回やってみます。
こそばい。スタジオで、まあ、工事が行われていまして、ちょっとね、工事の中時とも入ってしまったかもしれませんが、皆さんいかがだったでしょうか。なんかね、ちょっと ASMR でこういうの見たいなとか、なんかこういうのおすすめだよっていうのがあれば教えてください。はい、じゃあ耳かきしながら失礼します。この動画が良かったなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、バイバイ。